なんか悪かったな、いろいろと気遣して。何言うとんのや。俺何したらいいんや。え、あ、じゃあ冬瓜洗ってくれ。あ、冬瓜な、うん、そこにある。お、ちょっと待った。ヒロシ、まず手を洗え。あ、はい。坂本、あれ、遠足行かんかったんか。行きませんでした。行かへんかったってどっか具合でもあるんか。明日のための仕込み、俺にも手伝わせてください。ん、坂本君、なんで明日のこと知っとんねん。お願いします、手伝わせてください。お前黙ってきたのか。え、何も言わんと来たんか。言うたら来れませんでした。何でもします、先生の手伝いさせてください。戻れ、遠足に戻るんだ。お前だけに好き勝手はさせられない。はるか悪いけど車で送ってってやってくれ。先生。せやな、坂本君。遠足なんてどうでもいいんです。俺はもっと料理の勉強をしたいんです。先生のそばで料理の勉強したいんです。そばに寄って先生の技盗みたいんです。お前は相川高校の生徒だ。学校の行事に参加するのがお前の役目だろ。俺には時間がないんです。時間？俺は3年です。部活は年内に、いえ、秋には2年生に譲らなあかん立場です。せやから俺にはもう半年も時間がありません。1日でも、いや、1時間でも余計に先生のそばで教えてほしいことは山ほどあんのに。遠足が大事なの分かってます。せやけど、先生に教えてもらうことの方がもっと大事なんです。なんでそんなに時間が惜しいの。ばあちゃんの店なんとかしたいんです。おばあちゃんの店？定食屋なんです。じいちゃんが亡くなって、ばあちゃんが一人で守って、まだ子供やった父さんを育てるために頑張ってきた店なんです。せやけど今のままやと潰れてしまいます。ばあちゃんはそれでええって言うてますけど、俺はなんとかしたいんです。せやから先生にいろんな料理を教えてほしいんです。お願いします。なんとかならんか、慎吾。お兄ちゃん。おい、慎吾。俺がお前に手伝ってくれと頼んだ。そういうことにしとけ。着替えてこい。ありがとうございます。なんか別人やな。え？今のお兄ちゃん見とったら料理人以外の道は考えられへん。お母ちゃんが生きとった時は台所に入るのも嫌がっとったのに。あかん、吉崎先生や。はい、もしもし、岸野です。ええ、今日は雨も降らんと遠足日和で。ええ、は、坂本君ですか。はい、レストランの方に一緒におりますけども。ええ、わかりました、失礼します。ヒロシ、悪いけどまた車出してくれないか。え、やっぱり遠足戻すんか。いや、坂本には料理を手伝ってもらう。ただ材料のレンコンとナスが足りないんだ。ああ、そうやったらもう一回行ってくるわ。おやすみ、ごようや。頼むな。おい、部長、坂本先輩来てないんですか。わからん、急に風邪でもひいたんか。それよりお昼一緒に食べへん。サンドイッチ作りすぎたんさ。あ、うちは大丈夫です。このぶどう畑には大体何種類ぐらいのぶどうの木があると思いますか。メルロ、
それ吉明先生。はい。坂本先輩どこか具合悪いんですか。いいえ。そうだったらなんで。レストランにいます。レストラン。すごい、どれもみんなおいしそうやな。時間かかりすぎるな。すいません、まだスピード上げられます。いや、料理には丁寧さも必要だ。流れ作業だと思うな。はい。ただな、20人前をこの時間内じゃ無理か。無理って？どうするかだ。すいません。いやいや、お前のせいじゃない。俺がやっても同じことだ。悪い。ちょっと考えさせてくれ。お兄ちゃん。坂本のやつ、気になっとんのちゃうか。うちらに一言言うて言ってもな、部長にも何も言うてないんやろ。せやけど相談する暇なかったんとちゃう。そうじゃないと思う。部長、坂本君のイエスマンやもん。そうやで、なめられとんのや。ちゃいます、坂本先輩はそんな人じゃありません。待ってください。今は坂本先輩のこと違って、うちらが村木先生の手伝いに行くかどうか、それを話し合ったのとちゃいますか。そうですよ、部員としてどうするかが問題や。なんや三つ星、お前次の部長になりたいんか。俺は別に。うちはレストランに行くべきやと思います。いくら村木先生でも一人で20人前の料理は無理やわ。あんたは坂本先輩にべったりやもんな。当然やわ。今日仕込み手伝ったら土曜も手伝わなあかんのやで。うち無理やし、家の手伝いがあるんです。うちもやに、おじいちゃんの見舞い行かなあかんし。私は家族で京都旅行なんです。俺は四日市で就活やで。鉄工所におる先輩に話聞きに行くんや。やっぱり鉄工所に決めたん。うちは休みの時ぐらい塾に行けって、親がうるさくて。お前らそれでも調理クラブの部員なんか。そういう問題ちゃう思うけど。何がや。俺らのレストランには先生と坂本の二人しかおらへんねんぞ。坂本は好きやおるんやろ。そうやわ、うちは部員の前に最高の生徒やわ。遠足続ける。休みの日まで潰したないもん。そうですよ、遠足抜けたら内心にかかりやんとは限りませんもん。そんな、うちら悪いことするわけちゃうのに。そんなん分かっとる。そやけどマジで就職考えたら不敬な真似はせん方がええよ。あんたはまだ就職するかどうか決めてへんで気楽なんやわ。おい次期部長はどうなんや、レストラン行くんか。俺はなんかはっきりせんやつやな。やめろ、ちゃんと考えて決めように。うちらもちゃんと考えてるし。そうや、ごちゃごちゃかけませんな、イエスマン。なんやお前それ。なんやとはなんや。ちょっとやめてください。見てみ、調理クラブの子たちなんかえらい揉めとんな。何をあんなに熱なっとんのや。なあ坂本、お前いつからおばあちゃんの店継ごうと思ったんだろう。中3の父ちゃんが東京に転勤するって決まった時です。ついてくよりばあちゃんの店に残りたて。せやから中学出て店継いでもええって言うたんですけど、高校だけは出とけて、ばあちゃんが。そっか、俺と真逆だな。いや、俺の実家は寺なんだけどさ、俺は全然通気がなかった。だから逃げるように東京の大学に行った。行ったはいいが、やること全然見つからなくてな。いろいろバイトしながら考える。